じゃあそろそろ号令を打ちますか。ってあれ、なんで契約範囲が出ないんですか。いやまだ9しか溜まってないもんで。ああ、式一つ間違えた。すいません、もう少々お待ちを。それで待ってもらえると思うのか。人は彼らをこう呼んだ。ドリフターズ。と。みたいな話ですよね。適当なことを言うんじゃない。すみません、ドリフターズはこれから見ます。クリナミと申します。助手のゆっくりマリサです。というわけで今回使うのは SR 阿部の生命、ドリフターズへの号令。どうせなら最大値を出したいので6時台で組みました。組んだというか、かき集めたというか。いいじゃないですか。まさに漂流者といった趣で、時代を超えて手を取り合う。それが英傑大戦です。彼らがどちらの意志でこちらに来たか。それかも。最初は混職で組もうと思ってたんですよ。実際混職構築も多く見るんだが、やはり式銃ってのがな。大戦、よろしくお願いします。混職で組む場合、2色以上で最大式が10を下回るので、何らかの手段で式上限を解放しないといけません。2色なら式10まで貯められるが、それでもやっぱ窮屈だよな。ただ単色にすると今度はデッキパーツが窮屈でして、デッキパーツの豊富さを取るか、式周りのゆとりを取るか、そこはもうプレイヤー次第ですね。私は校舎を取りました。皆様はどちら派でしょうか。え、そもそもまだ使ってないって。使ってみたくなるような動画にしないとなって、伝書します。と、前置きはこの辺にして盤面、宇田川と武将を端から投げ、中央を弓と剣豪で守ります。尊敬、これでも暗いな。伏兵をうまいこと踏ませられるか心配だったんですよ。心配だけに、一番踏ませたい相手にぶつけられたな。タイミングもバッチリ。橋攻めの戦果はなかったもの、ゴールまではなんとかもらえそうですね。では次に動きがあるまで早送り。というかなぜ宇田川が橋攻めを。いやその、最初は松井さんを投げてたんですが、木場と剣豪を一緒に触るのがどうしても無理で。なんだと。狩猟が足りんと狩猟が。返す言葉もない。たまには剣も振らないとダメですね。あ、そういえばお相手のデッキについて話してなかった。スタンダードな石壁典型だな。剣豪入りの方がよく見るが。基本的には同じですよ。典型で攻めて石壁で守る。この場面もおそらく典型で押してくるんですが、それに対して号令を合わせる、ということはしません。というかできないな。気が全然足りねえんだこりゃ。生命も落ちちゃいましたね。ただここで一番嫌なのは号令を打てないことじゃなくて、お相手に号令を打ってもらえないことなんですよ。典型さえ打ってもらえれば、その後高確率でこちらのターンが来る。そこに満を持してこちらの号令を叩き込む、というのが理想の流れなんですよ。パパありがとう。号令助かる。本当は無式で守りたいんですが、5くらい使ってもええやろ。というわけでメリオダスさん、お願いしますね。大技は金がね。俺たち七つの大罪がいる限り。メリオダスのフルカウンターは超絶強化。敵が強いほど強くなります。追加効果は楽しい移動斬撃。ただ調子に乗って移動しすぎるとこういうことになりますよ。敵城門をこじ開けよ。何やっとんじゃお前は。いや移動斬撃が楽しくてつい、これならいっそ契約を使わなかった方がマシまでありますが、使ってしまったもんは仕方ないので、引き続き移動斬撃を楽しみます。移動斬撃のいいところ全然出てないけどね。あ、ちなみに宇田川はまた投げちゃいました。操作がめんどくさかったのはもちろん、柵を壊しておきたかったのでね。あ、流派が溜まったぞ。もちろんすぐ使います。このデッキでは引き確保が最大の課題。1秒も無駄にできません。いや連行無駄にしてますけど。これくらい誤差だよ誤差。致命傷になる前に寄せていない。はいどうぞ。復唱さすな。あ、ようやく典型が切れました。相手にしてみると思ったより長いんですよね。それにしても殴られたな。これ大丈夫そう？うん。実はここまで生命の号令を満足に受けたことが一度もなくて、どれくらいのパワーがあるかは正直把握してません。そういうことなら今回で確認させてもらおうか。ですね。じゃあ生命さん、奴らに見せてやってください。ドリフターズへの号令。え？我らが炎にて、敵軍を焼き尽くせ。え？どういうこと？いやお前がさっき言ってたじゃん。鉄壁典型の基本、典型で攻めて鉄壁で守る。もうダメだー。終わり。この試合終わりです。というかこのデッキが終わりです。やっぱり私には無理だったんか。まだある、まだあるから諦めんな。うん？とりあえず炎を免れた舞台を戻して、この後の展開を考えましょう。まずは再起を使うかどうか。うん。使わなくてもギリギリ守れそうではあるんですが、この辺りで使っておかないと腐っちゃう気がします。抱え置きだね、絶対。ただこれでお相手は鉄壁安定になっちゃったので、次こそはしっかり号令を打たないとダメですよ。号令さえ打てば大丈夫なんですか。はい、生命の号令には知力上昇もついてます。そして目の前には上限突破してなお溢れそうな式が。これはもう待ったなし。生命さん、今度こそ見せてやりましょう。ドリフターズの実力を。必ず間違いは正す。お前たちはここにいてはいけないのだ。阿部の生命、ドリフターズへの号令は英傑号令。対象となる部隊の時代数が多いほど武力が上がり、一定以上で知力と兵力も上がります。時代区分には特殊も含まれるから、時代数の最大は6、上昇値は圧巻の9。ちなみに典型は2。言わなくていいんだ。圧巻さが薄れるでしょうが、武力もそうだが兵力と知力な。そうそう、特に兵力は6割も戻るので、6なライン上げでも行ってさえいれば戦えます。効果時間もそこそこあるので、決まりさえすれば式相応の破壊力はありますね。で、これは決まってるに入れていいんですか。
いや、実はそろそろ時間切れなので、決まっているとはとても言えません。が、こっちにはまだあるんだよな、式が。このまま式10まで粘って号令、逆転できるよう祈ります。式が溜まるまで早送り、ところで右下の2は無視でいいの？もちろんダメです。歌川を走らせて対処します。が、もうちょっとくらい大丈夫ですよね。歌川、号令だけ参加していってくれ。式10よし。行くぞドリフターズ、まだ望みはある。間違いはただす。お前たちは、ここにいてはいけないのだ。工場部隊はできるだけ広がって通しやすく、歌川はまっすぐ主上へ、頼むから間に合ってくれ。さあ相手の守り、連携の幻だ。我が天命、幻で終わらせるわけにはいかぬ。悲しいことに武力では負けているので、乱戦では殴り勝てません。式銃も使ってるのに、連携もまた普通の号令じゃないのでね。ただし、降下時間ならこちらに部があります。持つものか。兵力回復と降下時間による粘り強さ、気力上昇による向上速度、そして私の祈り、全てを生かして勝利をもぎ取る。私も祈るぞ。燃えろドリフターズ。主将が済んだ歌川も向上に参加、生命は落とされましたが、これはよく粘ったと言っていいでしょう。縄文への一撃も良かったな。さすが気力銃を。そしてここで尊敬金杯、他の部隊も典型が切れたら自戒するので、最後まで向上できれば勝てます。さあ耐えろ耐えるんだ。最後に契約が打てるぞ。どれでもいいのでこれで。頼んだぞ歌川。燃えそうなものは手当たり次第に壊して宇田川広重の名称杖は号令。武力と施設向上力が上がります。いや1しか上がってねえ。武力はおまけなんですよ。さっとかめっちゃ壊れるんでこれ。というかなんでもいいんです。とにかく典型、典型早く切れてくれ。よっしゃあ、いいね。か、勝った。勝ちました。諦めなくてよかったな。大戦ありがとうございました。なんとかしないと、出ないとこの世が滅んじまうぞ。はい、それじゃあ2戦目やっていきましょう。正直さっきの試合がタフすぎてお腹いっぱいなんだけど。まあまあそう言わないで、デザート感覚でお願いしますよ。こちらのデッキは引き続きドリフターズへの号令。お相手は強い単体強化が並んでますね。八方破れの陣で開幕狙ってくるのもあるぞ。はい、気をつけましょう。誰も私には手を出せないわ。このまま叩き潰してあげます。春秋戦国からは武将を呼んだか。はい、採用理由は武力が6もあることです。うわお母様強い。対戦よろしくお願いします。早速左右じゃんけんを外しちゃいましたね。私の脳内統計では右から来る確率の方が高いんですが。いいんだこんなもん、当たったところで負けるときは負けるですね。大開幕翼というのはそういうものです。まあお相手が開幕翼を狙っているかはわかりませんが、私なら狙ってみるけどな。敷銃溜まる前に試合決めたねって。ほら、ちゃんとマウント部隊の兵力使ってライン上げてるぞ。お上手ですね。こりゃ参ったな。連覇に副兵当てたら帰ってくれたりして、ほら押し流されるがいいわ。さあ連覇どうする。ダメだ、全然帰りそうもない。武将もやられて突撃フリー。本格的に見えてきましたね。黄金光からの発砲破れ、甘きしよったれとか言ってたら春久が落ちた。初めから狙ってなかったのか、はたまた3日、何にしても助かりました。これで開幕は大丈夫。じゃあちょっと動きがあるまで早送りしますね。今回は最初のターンでドリフターズが打てるかな。どうかな。脳内対戦では結構簡単に打てたんですが、実際にやってみると本当に式銃って遠くて。でも式級の王者の爆心とか風林火山は結構打ててたじゃん。私もそう思ってたんですけどね。式一つの差が思ったよりでかかったのと、あちらには号令役の必要なボディもあるので。現実はそこまで甘くないか。というわけでお相手の八方破れの陣が展開。こちらの式銃までは残り20秒ほど。やはり号令は無理ですね。メリオダスさんになんとかしてもらいましょう。メリオダスも大変だな。こんな離れた位置でもなんとかしなきゃいけないなんて。大丈夫、この人はめっちゃ強いので、どこからでも助けに来てくれます。諦めんな、俺たち7つの大罪がいる限り。実は私、今回初めて使ってるんですこのカード。これまでいろんなデッキに入ってるのは見てて、めっちゃ強いのは知ってたんだがな。実際に使ってみると本当に強くて、今までどうして使ってこなかったのか不思議になるレベルでした。だってお前剣豪にアレルギー持ってるじゃん。いやアレルギーって、まあそれはちょっと言い過ぎにしても、やっぱりもうちょっと剣豪も触った方がいいですね。剣を触れるだけで見える世界が変わってくるかもな。とここで発砲破れの陣が終了。もうこのまま全部なんとかしてくれるかなと思ったんですが、あ、フルカウンターが切れちゃった。実は2回も加工されてるんですよねフルカウンター。前世紀は10カウントもあったみたいですよ。今はこっちが使ってるから戻してくれと思うけどな。いざ使われたらこれで10カウントもあったらたまったもんじゃありません。というわけで残りはローペで守っていきます。この後すぐカウンターに向かいたいので、白ダメージより舞台保持優先で。電波の向上は
入っちゃったか。電波の工場だけは止めようと動いてたんですが、結局2発も入っちゃいました。上手い人なら最初の1発も止めてそうだよな。毎度のことながら主将の有利が全然いきないですね。すいません、そのうち上手くなるはずなので、ゆっくり見守ってやってください。まあそれはさておき、ここからカウンターしようと思ったらこれですよ。私は力という名の定めに逆らうわ。力方戦の電磁波浪撃は超絶強化、武力と移動速度と獲得覇気が上昇します。これはどういう狙いなんだろうな。おそらくですが、亡霊前に一部隊でも落とそうとしてるんですね。ドリフターズは一つ落ちるとその分弱くなるので、狙いはやはり心配か。ここが一番脆いからな。そういうことなら落とされる前に行きましょう。ゴー、ドリフターズへの亡霊。必ず間違いは正す。お前たちは、ここにいてはいけないのだ。これはいい感じで打てましたね。本当はさっきもこれがやりたかったんですよ。周囲アイス、とんだ水差し野郎だぜ。いや水じゃなくて火でしたけど。ダメだな、こいつらは。持つものか。かっけえ、めっちゃ素人としてくれそう。ではここからがむしゃらに殴るだけなので、落としてくれることを祈って早送り。いやーそれにしてもいい光景だ。武力値60超え集団の5枚張り。これがやりたくて組んだデッキですからね。お相手の待機も入れました。カシの壁で余気が返ってきます。あと獅は連覇も打ってるからな。はい、そして何やら不穏な動き。このままなら押し切れるのでおとなしくしててほしいんですが、猛将連覇、ここで黙っている男ではない。本気でやっていいってことだな。めっちゃかっこいいじゃんこれ。連覇の頂点同士の戦は超絶強化。敵が強いほど強くなり、一定以上で兵力回復と車輪がつきます。王政一部隊だけをマイルドにした感じだな。とここでこちらのドリッターズが切れました。もともと素武力では手も足も出ないので、おとなしくやられるしかありません。うーん、あとちょっとだったのに。仕方ないですね、よくやった方だと思います。ここは無理に契約を足して粘るより、ずっとやられてからの再起からの二度目のドリッターズで主張した方がいいです。式もなんとか間に合うか。流派と戦機でブースカするし、あとお相手は平時的に発砲破れを打ちづらいと思うので、そこもまた好材料ですね。さて部隊復活。式銃前に突っ込むと良き当たりが暴れていろいろ終わるので、弓と剣を構えて敵軍到着を出して待ちます。あのそんなに広がらなくてもいいんじゃないですかね。いやこれでも詰めてるんですよ。6枚もあったら狭いのなんの。じゃあそろそろ号令を打ちますか。で、あれ？なんで契約範囲が出ないんですか？いやまだ9しか溜まってないもんで。あー、式一つ間違えた。すいません、もう少々お待ちを。それで待ってもらえると思うのか。緊急事態発生。我が軍のエースメリオダス様が逝去しました。ついでに号令も弱くなりました。必ず間違いは正す。お前たちは、ここにいてはいけないのだ。え、これ連覇に乱戦してる人いませんよね。そりゃこんだけ広がったらいないだろ。なんでみんな柵の前に集まってるの。松井と部長は城内経由で、生命はそこから弓打って歌川は突撃からのら。あーそれやめて、本気にならないで。本気でやっていいってことだな。頑張れ歌川、お前ならやれる。車輪の隙間を塗って突撃できるわけないだろ。歌川とりあえず流派です。と休みつーって、ここからどうしましょうか。押しすぎだろ。とりあえず弓打ってる場合じゃないって。霊明さん乱戦してください。自動でやれば勝たれが。やばいってこれ、2発入ったら負ける。あーあー1発入っちゃった。おや孫と良きも工場に入るぞ。とりあえず連覇と良きの工場は絶対ダメなので、松井は連覇中心に乱戦。良きの相手は部長で、これも使っておきますか。もう全部使っとけ。霊明さん、そろそろ乱戦してください。ふう、それでいいんだ。それで部長のやり回せるぞ。ここで回せれば迎撃できましたね。でもそんなん無理、もう乱戦のことしか考えられません。やばい、ドリフターズが切れた。あと1カウント1カウントだから頑張って。よろしくお願いします。対戦ありがとうございました。いやお前もうちょいスッと勝ってくれよ。こんなもんデザートじゃねえよ。しょうがないでしょ、6枚あったらみんなこうなるの。ご視聴ありがとうございました。